ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、ということで、今日はですね、先週これ6月にかけましょうかって言って、はいはい、先送りしていた曲がありましたね、うん、それは何かっていうと、先週いただいてくださったビートルさんね、はい、メールくださいましたけども、うん、父の日に欲しいものは爽やかの食事券、はい、それからお花を奥さんからもらいたいという、はい、ね、でもう一つが、うん、スコット・マッケンジーの花のサンフランシスコをリクエストしますという3つだったんですね、はいはい、ということで6月に入ったらって言って、もう1週間ですぐ6月になりましたんで、はい、このスコット・マッケンジーさん、アメリカの方でございますけれども、はい、花のサンフランシスコ、ね、うん、現代はサンフランシスコ、花のって、はいはい、日本でこう放題つけがちな感じもありますけども、うんうんうん、なんで花ってつけたんですかね、なんか歌詞に関係あるんですか。いや、これね、作った人はね、ママス&パパス、夢のカリフォルニア作った人なんだけど、うん、あれもなんか放題は夢のカリフォルニアになってるんですけどこれは花のサンフランシスコで、うん、まあ、場所も近ければタイトルも似てるという、うんうん、作った人は一緒だよっていうことなんですけども、うん、そう、このスコット・マッケンジーさんの花のサンフランシスコは1967年と、リリースということだから、もうずいぶん前に、何十万、50年前、51年前、すげえな、半世紀以上前なんだね。ちょっとびっくりですけど、でも聞いた感じはね、そんなになんか昔だなってそんなに思うような感じでもないと思うんですけどね、はい、はい、2012年に73歳で亡くなったスコット・マッケンジーさんのこの曲を聞いてください。じゃあビートルさんに父の日のプレゼントとしてお送りしましょう、はい、花のサンフランシスコ。はい、この頃の歌というか、はい、まあ、レコードですよね、 CD じゃなくて、うん、の作りの方が、うん、なんとなく素朴な感じっていうか、まあまあそうですね、楽器もそうなんだけど、うん、そのアレンジとか、うん、今の方がもっと結構美に理細にわたり細かく、はいはいはい、この音はこうしちゃって、うん、みたいな感じのマスタリングとかもすごい丁寧にやってっていう感じが、うん、やっぱり今の CD 作りなんかはきっとあるんだろうなって思いますけれども、はい、やっぱ割とこう素朴に逆にこう訴えかけてくるものもあるのかなという感じは、ね、しますけれどもね、うん、で思ったんだけど、花のサンフランシスコでしょ、はい、やっぱ花のってつけるのが日本人は好きなんじゃない、花の東京みたいな、全然もうジャンルが全然違いますけども、花の東京ね、うん、それとか僕はアナウンサーアカデミーで、はい、ウイロウリっていうのをね、滑舌のトレーニングと、はいはいはい、あれなんかでも途中っていうか最後の方で、うん、花のお江戸の花ウイロウっていうようなクリエーションです。花の江戸って使うじゃないですか、使いますね、日本人は、うん、花のサンフランシスコってなんかそういう、日本人つけたんだろうなっていう感じの ね、 なるほどね、タイトルですよ、ね、あ、花嫁とかもそうなんですかね、花嫁はなんで花嫁って言うんですか、ね、言わんね、アメリカとかはなんだろう ね、 ね、言わない ね、 ね、まあ、ジューンブライドみたいな言い方するけどね、 あちょうど6月1日だから、ね、ジューンブライド、雨の日の花嫁はみたいなね、幸せになるという、そんな歌もありましたけども、そう、日本だかね、花嫁ね、日本だけですかね、花嫁、ね、あ、だけじゃないですか、です、ね、花嫁さん、花婿さん、なんか言いますよね、まあでも、あ、花婿さんも言うもんね、なんか言いますね、そうだね、うん、花坂爺さんも言いますよね、まあ、それは違う、それは違うか、それちょっと類が違うということですけども、はい、まあ花って言えばこの雨の季節だと、はい、やっぱりいろんなまたね違う花が出てくると、うん、春とはまたちょっと初夏から梅雨に入ってちょっと変わってきて、そうですね、雨の中で咲いてるお花っていうのも、はい、うんうん、とってもやっぱりこう情緒があって、いいですよ、風情がありますよね、そうですよね、やっぱりね、うん、雨が降ってると全体にその暗い感じになってるから、はい、そういう中で花が咲いてるとこってパッとこう明るくなってる感じ、そうですね、うん、そのコントラストっていうのはすごくいいかなと思いますね、はい、ということで雨の季節の皆さん、花を楽しんでいただければというふうに思います。そうですね、さあそれでは、うん、この後はですね、はい、先週までは花のようなとしこちゃんだったんですけども、まさにそうでした、うん、派手な花でしたけども、はいはい、今度はですね、ちょっともっとだいぶ大先ベテラン、うん、大ベテランの方が今回は出てまいります、うん、こちらのコーナーに参りましょう、はい、それでは Q
圭介の酒場放浪壁、はい、大作さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日もはんなりさんからお送りしております。はい、はんなりさんはどこにあるんですか。はい、アルスパーキングの地下にございます。はい、はい、そして、今日のゲストは常葉大学の名誉教授でいらっしゃいました、東海大学の名誉教授でもいらっしゃいます、はい、田中誠一先生に来ていただきました。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう少し田中先生の、ね、はい、紹介を、しといた方がいいかなと思うんですけれども。あ、そうですか。はい、どうぞどうぞ。まあ、1964年の東京オリンピック、はい、まもなく2020年の2度目の東京オリンピックが来ますけれども、はい、その1964年の時に先生は、はい、陸上のですね、短距離のコーチをされていたということなんですよね。ですからもうオリンピックのあの現場にいらっしゃったということなんですけれども、それとあの伊豆の国市に大作さん、長嶋茂雄ロードっていうのがあるんですけど、長嶋さんってね、そうそう、長嶋さんってね、昔あの僕は小学校の頃なんですけど、あの大人ホテルに山ごもりと称して自主トレーニングをやってらっしゃったんですよね。でその時のそのトレーニングメニューとかも先生があのやって、であの長嶋さんがそれに基づいて、ね、練習したということなんですよね。いや、あのトレーニングメニューじゃなくて、うん、あのある一定期間、はい、三島から大人、はい、通ったんです、はい、毎日先生さんも日大にいらし、日大三島にいらっしゃった頃に、はい、そう毎日通ってそうです、はいはい、なるほど、というようなね、長嶋さん以外にまたプロ の、はい、あのボクシングの選手とかゴルファーとか、はい、そういう、まあ、他のプロ野球選手もそうですけども、いろんな方のですね、うん、トレーニング、先生がやってらしたというようなこともあるんで、はい、なるほど、はい、すごいですね、はい、今いろいろなんか、食事が運ばれてきましたけれども、はい、ね、はい、もうここで今日の説明しちゃいますかね、大将。いいですか。はい、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 おお、すごい、はい、今日はちょっと、はい、お盆で午前スタイルで、はいはいはい、出させていただいたんですけれども、はい、今日ヤキはあのアユですね、解禁になったばかりのアユ、はいはい、うん、それとあとお寿司と、はい、まあ、エビ真珠のレンコン挟み揚げになりますね、はい、あとですね、あのバランスよくサラダと茶碗蒸しとわらびのおひたしと、はい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 、はい、今日はあの一気に出ますんで、豪華に、はい、はい、ありがとうございます。じゃあね、まあ、私たちの分がまだ来てないので、はい、この後来ますから、来ますから、来た置けるかな、置けるかな、大丈夫ですかね、はいはい、いいですか、すごいすごいすごい、はい、ありがとうございます。はい、そしてまだ大作さんの分がということで、なかなかあの番組も始められませんけれども、はい、いや大丈夫ですよ、はい、ありがとう、はい、ずいぶん贅沢な番組ですねこれ。あ、だ、まあ、そうですね、まあ、あのこの大将の協力、はなりさんに協力していただいてますので、はい、うん、はい、とってもありがたい番組です。ありがたいです、はい、ありがとうございます、はい、先生好き嫌いはないですか。ありませんね。ないですか。だって昭和10年生まれで、ね、うん、第二次世界大戦の真っ只中が国民小学校ですから、はい、うん、味だだとかなんとか量とか言ってらない、はい、食べれるものがあれば何でも食べなきゃ死んじゃいますから、うん、私たちの世代で好き嫌いがあるって言ったらそれはもう病気ですね。まあ、そうなんだ、うん、好き嫌いある人っていないじゃないですか。はい、はい、私たちの世代で先生今おっしゃいましたけど、はい、先生は昭和何年生まれですか。10年です。昭和10年、はい、昭和10年っていうとってことは今年83です。83歳という、はい、いやお元気ですよね。めちゃめちゃお元気なんですけれども、うん、そうで、まあ、先生はね、そのいろんな健康のことをね、いろんなことをお話しされたりしてるんですけど、はいはいはい、この浜松っていうのは、はい、あの健康長寿すごいんですよね。そうですね、その辺のお話も伺いたいと思いますが、まずちょっと乾杯を、はい、乾杯しましょうかね。はい、じゃあ、はい、はい、みんな飲むものが全然違いますけど、はい、いただきます、はい、いただきます、乾杯。じゃあ先生、なかなかね召し上がりにくいかもしれません。マイクを持ってらっしゃるんで大変ですけど、そうですね、はい、適当につまみながらお話をしていただければと思います、はい、飲んで食べていただいて結構ですので、はい、そうですね、はい、はい、
でまあ、あの健康の秘訣みたいなものというのはね、やっぱり今食べ物の話をされましたけれども、そうですね、私の専門はあの運動生理学なんですよ、はいはい、ですから健康というとどうしても運動につながるんですけども、はいはい、今その厚労省やあるいは、市や県の、はい、発表している健康というのはね、はい、いろんな切り口ありましてね、例えばあの、タバコの、はい、販売、はい、量と相関が非常に高いんですよ、タバコがたくさん売れる、うん、都市っていうのは、うん、健康度が低いっていうのは、はい、まあ、あの専門家の通りそばなんですね、うんうんうん、不思議なのはね、はい、ハーマスはね、うん、意外とタバコ屋が売れてるんですね。あ、そうですか、うんうん、それなのにね、いわゆる長寿というか、うん、健康年齢、はい、健康年齢が、うん、長いんですね、はいはいはい、だからこのハーマスの場合に他の要素があると思いますね。何、ね、でしょうね、まあ、私は、いわゆる研究的に、うん、データを集めたわけじゃありませんけれども、はい、うん、一つにはね、うん、やっぱり食材が豊富だと思いますね、うん、種類が食材の種類、うん、はいはいはい、あ、いろんなものは取れるということですね。そうですね、うんうん、それから、まあ、温暖って温暖なんですけど、はい、冬に野菜がありますね。あ、はい、冬に野菜がある、うん、はいはい、これ大きいと思うんですよ。うん、なるほど。なんか、ね、農家の数が日本一多いという、はい、ね、浜松が。そうなんですよ。そうですか、ね、うん、そうだからだと思いますよ、ね、うん、だからいろんな種類の野菜もね、できるんじゃないかなと思うんですけどね。そうなんですね。なるほど。ね、びっくりしたのは、あの私、第二次世界大戦が始まって、はい、で間もなく、うん、父親母親のふるさと、はい、秋田へ集団疎開し、はい、遠行疎開したわけですよ、はいはい、ね、うん、でまあ雪国であるってこともあるんでしょうけども、その雪が溶けましてね、うん、そのいわゆる山菜、うん、これはあの大変貴重なもんでして、ものすごく取るんですよ、うん、山行くとね、うん、親が、うん、大人が円暮らしょっていうぐらい取って、うん、なんでそんなことなのか、これちゃんと塩漬けにしてね、はいはいはい、ずっと長く保存しないと。そうなんですね。しかも雪溶けてこないとまず取れない、雪がある間は取れないってことですね。そうなんですね、うんうんうん、それから今度秋になると今度そのキノコをはじめ、はい、その柿だとかね、はい、これまたこれ、はい、ちゃんと干し柿にして保存するとか、はあはあ、でそれがですね、うん、ハーマス、また私三島住んでるから、はい、三島でもそうだったのびっくりしたのがね、うんうん、昭和33年に三島に高校の教授来ましたら、はい、あの今日これねえ、これゼンマイ、はい、あ、ね、わらび、ね、うん、わらびがね、うん、いっぱい入ってるのにね、うん、だる食べない、はいはいはい、と思ってたらね、うんうん、そのうちなんだか知らないけど、まあ雑誌屋とかあれらがこう炊き立てて、はい、山菜ブームってあったじゃないですか。 あ、はいはいはい、あれからですよ、うんうん、で、うん、あれからで何十年か経って浜松来たらね、うん、これいいなと、都でだからね、はい、あれの土手行ったらいろいろあるだろうって言ってもちゃんとあるんですね。都でのあの辺の人ね、うん、山菜野生のこれねあんまり食べないですねで考えてみたらね、うん、はい正月の8日から大学始まるじゃないですか、はいはい、言ってみたら正月の7日8日あたりでまだね、うんうん、あのキャベツと白菜が、はい、そのなんですか、霜よけですかね、うんうん、縄で縛って、はい、まだあるでしょうね畑に、はい、うんうんうん、あこれじゃあね蛇が怖いのなのってさ言って山に入ることないですよね、うんうんうん、これねやっぱり食材が豊富だったということと、うんうん、それからあまり季節によって冬場は何もないとかいうようなことがないのが、
背景かなと、うん、あなるほど。いつでもある程度こう野菜が、うん、供給されてくるということなんです、うん、というのは、ね、私 の学会で、ま、よく問題するんですけど、いろいろそのこれが健康だこれが長寿だっていうので、かなりそのいい加減な話が横行してるんですよ。はい、そうなの、うん、例えばね、うん、そのまあ、製薬会社の名前かわいそうだから言わないですけど、はい、ビタミン剤なんていうのはね、ほとんどね、うん、動物の組織に引っかからない、うん、ほう、そうなんですか、うん、飲んだらね、うん、みんなね、うん、水分と混じり合って、うん、おしっこか、うん、汗が出ちゃうんですよ。はあ、まあ、その製品によりきりだけど、うん、90% 出ちゃう、うん、だから、まあ、その商品名言うとかわいそうだから言われませんけど、うん、あるビタミン剤飲むと、うん、夏なんかすぐに汗が匂うでしょ、はい、それからおしっこがパーッと黄色になるでしょ、あんなふうにパーッと出ちゃうんですよ、はい、なるほど、はいはい、あら出ちゃってるってことなんですね。そういうことです。あ、うん、で、まあ、途中から慌てて、うん、その大量投与とか言ったけどね、うん、出ちゃうには出ちゃうんですよ。あ、ところがね、うん、自然のね、うん、植物なり動物から取ったものは、うん、ほとんど引っかかるんですね。あ、体にちゃんと残っていくってことで引っかかる、うん、だからその浜松だけを用意するわけじゃないけども、うんうん、一年中野菜があるとか、うん、まあ海のものも、うん、あまり季節によってね、うん、今月は全然魚取れませんよとかないじゃないですか、うんうんうん、これじゃないかなっていう。あ、だから食べ物が、ね、まあいろいろな学会で議論してます、うん、はい、けども、うん、サプリメント業界に悪いんですが、うん、サプリメントほとんど、ね、効果がないという、うん、研究者が多いですね。ああ、そうなんですか。多い。そうなんですか。多い、うん、効果があるものもあるわけでしょ。なんか、まあ、そのこれもちょっと言うとね語弊がありますんでね。問題あったら、いや、簡単に言いますとね、簡単に言いますと、工業的、工業的に機械でこう作ったものは非常に効果が薄い。あ、うん、なるほど。それから自然のものを材料として使ってものは、もう本当に生野菜食べるように、うん、ほとんど体の中に取り込まれる。これは一つですよ。うん、ね、でね、これはもう学会の共通した意見ですから、はい、これ問題ないんですが、はい、今よほど偏食とか、うん、あるいは消化器の病気で、はい、何食べれないこれ食べれないという人を除いて、うん、普通に日本の食卓を囲んで食べてると、うんうんうん、サプリメントはいらないというのが学者の共通した意見。ああ、そうなんですか。サプリメントは、うん、その消化器の病気で、うん、食事を取れない人のために必要である、あ、ということね。あ、なるほど。食事が取れてそんな好き嫌いなくうまく食べてればっていうことなんですかね。そういうこと、そういうことです。はい、はい、なるほどね。なるほどね。そうか、じゃあ僕もまだ食べられるので大丈夫。じゃあ大丈夫ですね。いや、うん、伊藤さんね、はい、生理学的に言うとね、はい、食欲と性欲があるうちは、はいはい、動物というのは、はい、右肩下がらないんです。あ、そうなんですか。というのはね、生理学的に言うと、うん、というか生物学的に言いますと、うん、その動物というのは、はい、子孫を残すために生きてるんですよ。あ、だから、はい、子孫を残せるような体を作るために、うん、お母さんのお乳から始まってこう、うん、で体が大きくなっていって、うん、それで、完成すると、うん、性欲が出てくるわけですよ、はい、うん、性欲がなかったら、うん、子孫残りませんからね、はい、うん、だから、うん、その食欲に始まって性欲で、はい、それでその性欲を満たすために、うん、の背景となる、はい、食欲があるうちは、はい、その動物っていうのは、はい、一挙に上へぐっと上がって、あ、そうそう、ですからね、うん、そのまあ、男性より女性の不利ですね。
ああそうですか。なぜかというと、うんうん、その、青春期が止まっちゃう、うんはいうんはい、ますと、はい、急激にあの成功しますから。あなるほど。で、うん、からもう一つはあの人間だけじゃないんですよ、はい、普通の犬でも猫でもライオンでも同じ、はいうん、あの妊娠するとね、うん、性欲が落ちるんです。うんあそうで子供を産むとまた落ちるんですよ、うん、あそうなんですか、うん、だからよくね、うん、いいじゃないですかの子供ができたらね、うん、後ろにも全然俺のこと相手にしないっていう あれはね非常にアカデミックな表現、うん、ああなるほど、うん、理にかなってる理にかなってるんだ当たり前のことですね理にかなってるああそれくじくじ言っちゃいけないんですよ。あそうなんですかそう、まあ、言ってませんけどね僕はね別に、まあそういうことなんですよ。あだけど男って面白いのはね、うんうん、そのいわゆる青春期が止まる、うん、ますね更年期症、うん、更年期に入りますと、うんはい、その卵子ができなくなるんですね、はい、卵が、うんはい、ところがね、うん、都合のいいことにね、うん、男性はね死ぬまで精子作れるんですよ、うん、そうなんですか、うん、そうなんですか死ぬまであの精子作れますから。そうなんですか。ただ、うん、あの筋肉ね、ええ、筋肉がテストステロンの関係で、ええ、その筋肉が衰えるために、うん、ペニスが勃起しないだけの話ですから。あそうなんですか。 だけの話。あそうなんです。そういうことか、死ぬまであの、ええ、精子作りますから。だからそういう意味で、うん、男性絶対有利ですね。あそうなんか、僕ね性欲はあるんだけど最近食欲がない。あそうだな、うん、あそれは自利品です。自利品だって本当に材料がないんだからさ、うんうんうん、あそういうことか。そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。でも性欲ありますよ結構。性欲はあるの。気持ちだけなんじゃないですか。気持ちですね、うん、気合だけじゃダメですよ。気合だけじゃダメだよさ、うん、あの徳川家康ってさ75歳まで生きたんだけどさ、はいはい、でもさあの関ヶ原の戦いの頃が大体60前後なんだけど、あの頃に子供が3人も4人もできてて、うん、要するにその頃生まれた子が御三家になってるんだよね。なるほど。そうです、ねうん、でもそのずっと前から子供は作ってるけど、あの人はね、うんうんうん、でもなかなかねあの昔だとそんな長くいけないのがいろいろあるんだけど、まあ、それのところはね、うん、あの私たち生理学屋が、はい、いやなくてやっぱりあの、うん、民族学とかね、うん、そういうそのね、うん、例えばそのセックスをするね、うん、環境とか、うん、それから、うん、あの何人もそばめ置いておいてね、はい、それでここで失敗したらこれとか、うん、補欠とか中継ぎやるじゃないですか。こう補欠中継ぎ、ね、すごいですね。それと我々のように、うんはいあのはい、本当に真面目にやれば、うん、真面目に自分の女房一人と、そうですね、いうのとね、はい、これ生理学じゃ分かんないことで、はい、これはその社会構造とかね、はい、あるいは武家とか、うん、なんかのその、うん、要するに世継ぎを大しちゃいけないというのは工夫してるじゃないですか、うんうんはいはい、それと、うん、我々とです、ね、伊藤さんと比較しちゃダメ。あそういうことか、はい、なるほど。だって、ね、戦国大名なんかさ、はい、後継ぎがいなかったらさ、うん、そうですね、そうですね、もう家計が途絶えてしまう、ね、途絶えちゃう、うん、藩がなくなっちゃうじゃないですか。そうですね、はい、だからそのみんな大衆民百姓のために、はい、何かこの作ったけどですよ、はい、補欠を、はいはいはい、なるほどね。そうか。だから、うん、これは生理学の問題じゃなくて、民族学とか、歴史の方にね、あなるほどね、うん、そうか。でもまあとにかくあの話戻すとあれなんでね、はい、食欲と性欲があれば、うん、あの健康長寿みたいな感じで長寿だし ね、うん、それから脳も長寿、脳も、はいはい、あ、はい、それは今先生の話をしてるんですかね。いや違う、それはあのいやあの、ええまあ、表現は違うけど、はい、いわゆる学者の大半がそういう、はい、ものを考えたんです。で、まあ、でこの辺のところは一番有名な方はこの間NHK のこの番組で、はい、あのほらネアンデルタ人からこう始まって、はいうん、今日ですかね、あ、はい、あのありましたね、うん、長谷川真理子先生って出てましたね、うんはいね、あ、あの人はね、うん、そのこういう問題を追っかけてる、
はあ、ね、もう世界的な学者です、はあ、例えばね、おばあさん学説っていう、うん、ね、おばあさん学説、うん、というのはですね、その動物学的に言うと、うんうん、このメス、はい、メスは、うん、更年期になる、要するに子供産まなくなると、うん、はい、これ差別の言葉じゃないですよ、うん、要するに必要ないですよ、うん、だって、うん、子供産まなくなって、うん、どうしようもないじゃないですか、はい、ところがなぜ、うん、なぜその人という動物だけが、うんうん、更年期後に30年もメスが生きるのかっていう問題を、うんうん、その長谷川教授は、うん、おばあさん学説、これ世界的に有名です、うん、それはですね、うん、その今でもそうなんでしょうけども、うん、その女性といえどもね、はい、生産活動に動員されるわけですよ、うんね、うんうん、そうするとじゃあね、生まれた子供どうするのよと、うん、はい、これね、ばあさんが見るわけですよ、はい、長谷川先生の学生ですよ、うん、長谷川学生ですよ、うん、ばあさん、うん、そうすると脳がね、うん、自分の、まあ、必要とされてるんだっていうので、はあ、脳伝達物質がたくさん出るわけですよ、はい、で脳伝達物質っていうのはセロトニンとかドーパミンとか、うん、アドレナリンとかルナリンって言うんですけども、はい、こいつね気持ちがいいっていうふうに感じるだけじゃなくて、うん、体の組織を活性化するんですよ。おお、すごいな。 あなた必要だよって、ね、おばちゃん頼むよって言うと、はいはいはい、活性化するんですよ。だからなかなか衰えないわけね。衰えない。それがその更年期から30年も40年も生きるだということを長谷川先生がおばちゃん学説、これも世界的に有名なんですよ。それでもう一つはね、うん、その若い女が、はい、女性が、はい、子供産むじゃないですか、はいね、初体験ですよ、うんうん、困っちゃう、うん、ところがもう出産してから 2,3 日後に、うん、電池電波畑に出てるわけですよ、こう田んぼにも。あ、おばあちゃんですけど、はい、おばあちゃんはベテランだ、子育ての、うんうんうん、だから子供はなかなか病気したり死んだりしないですよね。あ、うん、でそれで人類っていうものがこうの、男性女性がうまくね、こう、あ、長生きしてきているし、うん、生産性も高まるし、うん、というのが長谷川先生の学説なんです。なるほど。これ今でも当てはまるんですよ、うん、はあ、はいはいはい、今なかなかおばあちゃんが近くにいたりとか、だからね、うんうん、だからおばあちゃんをないがしろにして、うん、してはいけないってことなんですか。すると、うん、ツケは、うん、自分たち夫婦と子供のところに回ってきますよって、はい、あ、なるほどね。おばあちゃんを頼った方がいいってことですね。そうですよ、はい、そういうことですよね。そうですよ、うん、だからその脳から その神経伝達物質っていうのは、うん、非常に、ね、人間の生命力に影響する。例えばよく言うじゃないですか、定年になったら急に体力が落ちた、はいはいはい、言いますね。目的意識というか、仕事に対する緊張感が脳内物質をこうたくさん出した。それ出す必要ないから、出さなくたって生きてくるから、それでダメっちゃうんですね。あ、定年したけど、ね、やんないとダメだもんで、結構まだ大丈夫。逆にね、逆に、いや、働かないと定年後に仕事するっていうのはね、やっぱりね、命を保つ、はい、大きな、うん、また、うん、頑張ろう。そうですよ、さん、うん、頑張りましょう、ね、はい、時間は大丈夫ですか。ということでね、はい、はい、もうあっという間に時間が経っていきましてですね、はい、とりあえず1回目の放送はね、ここでまた、はい、続きといいますか、ちょっとまた角度を変えながらですね、そうですね、田中先生に伺っていきたいと思います、はい、それではちょっとお食事タイムにいたしましょう。いきましょう、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、まあ、じゃあ、仕事をバリバリまだやる、うん、なきゃってやんなきゃっていうね、定年後もという、そうですね、仕事くださいな
注文を受けて初めてできるという、まあ、まあ そういうこともありますからね。お待ちしておりますよ、うん、まあそれにしましてはあの田中先生のね途中から、はい、もう何ですかやっぱりあの食欲と性欲があれば、うんうん、生きられるっていう、うん、そのあたりから、うん、もう急にこう話の中にこう引き込まれてきました、ね、私は、うん、もう珍しくもう聞き入っちゃいましたからそうだね。そう、でもなんか田中先生ご自身が今年83歳ですけれども、はい、とってもお元気で、ねうんうん、あのバリバリ、まあ、もっといろいろ書きたいんだとか、はい、あの話したいんだっていうことをおっしゃってらっしゃるんでね、はい、やっぱりそういうところはまあ見習いたいなというか良き私たちのお手本という感じがね、うんしますよね、はいはい、ということでね来週は今も言ってましたけれども、はいもうちょっとあの違う角度でまたいろんなスポーツの話とかね、はいそういうことを伺ってますのでどうぞお楽しみに、はい、ソイルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン花粉知恵袋という感じなんですけども、花粉知恵袋ちょっと普通のお便りも来てますんでちょっと紹介しますけれども、はいはい、ラジオネームひでちゃんラブさんありがとうございます。ありがとうございます、コーナー普通おたって書いてあるね普通のお便りということですね。はい、うん、圭介さん大作さんこんにちは。もうじき梅雨です。ジメジメしまくりですが植物には良い季節です。夏前の今、うん、花を贈るにはこれというものはありますか。だってどうしましょう。花を贈るには今の時期はやっぱり、うん何でしょうね、うん、バラとかね、うん、ひまわりとか時期ですし、はい、それこそアジサイでもいいかもしれないですし、アジサイは今すごく綺麗で今日さっきちょっと話しましたけど、うんうん、やっぱり雨の中でアジサイっていうのがすごくねやっぱりいいですよ ね、 すね雨が似合うお花ですね、うん、そうですね、うん、アジサイも種類でもたくさんありますよね。ある、ねうんうん、またちょっとその話もしますがちょっと、はい、あのもう一回ひでちゃんラブさんの方に戻りますと、はい、最近うちの近所の畑にはさつまいもが植えられてきました、うんはい、さつまいもの花ってなかなか見られないですが、うん、綺麗ですよね。おあんま見たことない。あんまというか多分ね僕一回も見たことがないと思う。本当、うん、でスタッフがねちょっと出してくれまして、はいはい、このカラーのですねさつまいものお花の写真ですけども、なんかこんな花なんだ。朝顔っぽい昼顔っぽいそんな感じのラッパナ型のお花、うんうん、で、うん、外側が白っぽくて真ん中が紫というね、うんうん、結構綺麗なお花です ね、 ね、うん、デザインはシンプルなんとなくいい感じ。これ下にお芋があるんだとあまり思えない感じ。そうですね、うん、おこんな花が咲くんだ。そうですね、ちょっとまた気をつけてその辺の畑を歩いてみたい。そうですね結構地面見ないといけないですからね。そうだよ ね、 ねそうだよね、うん、うん。だけど小学校の頃とか、はい、お芋とか結構あの、うん、畑で理科の時間とか、はい、植えたりなんかありましたよね、うん、した覚えがあるんだけどお花の記憶が全然ないんだよ。イメージがない。全然ないんだよね、うん、なんだろう芋掘りとかも。そうそう、うん、芋掘りは幼稚園の時に行ったりするんだけど、ありましたね。まあ、その時はもう当然お花ないからね、わかんないんだよね、はい、うん、うん、そう、ちょっとありがとうございました。ちょっと覚えたわ本当に、ね、で、緑しかない畑にちょっとの赤、あ今言った真ん中にがちょっと赤い、ねはい、紫みたいだから、うん、本当に稀にしか見られません、うん、ということで花が咲くということは実もなるのかな。みか芋は芋だもんね、地下茎だもんね、さつまいもは。 で、ね、でお花の方は、うん、芋とは関係ないんだよね。要はお花のところに実ができるとかさ、種ができるとか、うん、そういうことじゃないの。じゃどうどういう植物だ。わかんない、わかんない、わかんない。お花屋さんじゃないです、まあ、さつまいもの花売ってない。まあ売ってないし、売ってない、ね、見たことないしあそうか、不思議だよね。そうだよ、まあねうんうん、お花が咲いてさつまいもができるわけじゃなくて、お芋ができるわけじゃなくて、お芋は地下でもって大きくなるわけだから、うん、そうですね、うん、ちょっとまたあのじゃあこのさつまいもの花を見たそのひでちゃんラブさん、はい、
ちょっと観察日記を一つまた、ね、毎日これつけて写真撮って、ね、そうそうそう、うん、送っていただければと、毎週送ってください、ね、花がどうなってそこになんか種みたいのがありましたよとかね、はいはいはい、教えていただければと思うんですね。そうですね、そこ責任持ってお願いしますよ、ね、うん、僕ら特に調べませんので、はい、よろしくお願いします。はい、で種は焼き芋の味がするのかなって書いて、それは違うと思うね。いや、まあ、それも確かめてください。確かめてください、うん、はい、焼き芋の味はって芋を焼かなきゃ焼き芋の味はしないんじゃないうん、そうだよ、ね、くだらないことを考えて畑を眺める日々が続きます。じゃあ眺める日々が続くんだからメモをしてください。はい、はい、一つよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、それからこちらはふつおた&花風知恵袋ということで、はい、ラジオネーム山川サバオの妹からいただいています。はい、はい、ありがとうございます。圭介さん、大作さん、こんにちは、今日は15回目の放送です。すごいね、ちゃんとチェックしてますね、うん、僕ねこの指折り数えながらねだんだん10を過ぎてだんだん分かんなくなっちゃった、ね、うんうん、さっきだって17回じゃないのとか言ってなんでもう一回数え直したらやっぱ15回目だったみたいね。そうね、も何かもっとたくさん放送しているような気がしますってこの方もおっしゃってるんで、はいはい、僕らもそう思ってるんですけどね、思ってますよ、うんうん、で今日は何の日っていうのを書いてくださってて、はい、で調べたらすごいたくさんありすぎて選べないぐらいあったんだって。ほう、うん、電波の日っていうの、うん、あ、ラジオの放送にふさわしい、うん、なんだろうねこの電波の日の言われは分かんないけど、これ調べてないから僕も、うん、麦茶の日ほう、このぐらいの時期からそろそろ麦茶が恋しくなるというかということなんですか、でしょうかね、うん、から写真の日、これもわからないんですけど、理由はね、ただバーって書いてくださってますけど、チーズの日わかんないんですよね、真珠の日これわかんないけど、でも6月の誕生石は真珠なんだよね確かね。あ、そうなんですね。そう、昔6月生まれでちょっと好きな子がいたんで一応は覚えてる、うん、他はあんまり覚えてんだけどそう、で1977年の6月1日にはマイルドセブンが発売になりましたと、うん、今やマイルドセブンという名前はございませんけれども、ないですね今、なんだっけ、メビウス、メビウス1だとか3だとか、うん、そういう感じになってますけれども、うん、マイルドセブンというのはその前に、セブンスターっていうのがあるんですね、はいはい、そう、その後マイルドセブンっていうのができたんですけど、うん、当時この頃っていうのは必ず広島と静岡で試験販売みたいな形をしてですね、でどんなかなってみんな喜ぶかなこのタバコはみたいな、それ調査したんですよね。だから例えば僕なんかもそのマイルドセブンをね持ってね、そのこっちで買って東京に戻る、大学戻ったりすると、え、何それみたいな、セブンスターしかみんな知らなかったから、なるほどね、どう、うんうん、静岡で売ってんだよとか言って静岡と広島しか売ってないんだよとか、あ、ちょっと自慢みたいなね、はいはいはい、そういうところがねあったんですけど、そう、この頃だからセブンスターマイルセブンってなんかこうなんとなくウルトラセブンの親戚みたいな感じの名前のばっかりね、うん、でそういうのが結構続きましたけど、ついに、はい、まあこれ海外家っていう意味があって、うんうん、マイルセブンとかセブンスターのよく分かんないらしいんだよね、それだもんで、うん、メビウスっていう名前だったらしい、そういうことなんですか、らしいよ、だから輸出向けなんじゃないの、うーん、結構ね、うん、ということらしいよ。でセブンスターわかんないかね、なんか七つ星、うん、香港あたりだと分かりそうだけどね、なんか書いてね、七福星とかね、うん、大福星とか香港映画ありましたね、サモハン金峰とかねジャッキーチェンとか出てきましたけど、はいはいはい、そう、うん、まあまあそれは置いといて、まもなく梅雨入りしますが、はい、梅雨には紫陽花が似合いますね、ここが大事に出てきました、ね、うん、我が家には昔から手まり状に咲いている西洋紫陽花があります、はい、結構華やかなね、うん、丸い感じなんですね、うんうん、でも私が好きな紫陽花は学紫陽花です、うんうん、お二人はどんな紫陽花が好きですかっていう質問、はいはいはい、まずこれに答えてください。僕はもうどんな紫陽花も好きですよどんな、お花愛する男なんで、あ、そうだよね、うん、それでなきゃね、平等に愛してますよ、平等にね、うん、好き嫌いはあんま言っちゃいけない、いかんいかん、うんね、うん、で種類かなりあるわけですよね、ありますよね、開発どんどんこうなんていうのされて、うんうん、新しい種類ができ、はい、品種ができるっていう
ね、それ覚えるの大変ですよね、お花さんは。覚えないですよ。あ、覚えないの？覚えられないですよ。覚えられ、うん、でも全く覚えてないし。覚えられないっていうのと覚えないっていうのとね、なんかこうなんていうの、仕事に対しての意気込みというか、その姿勢がちょっと違うんで、覚えられないんで仕方ないけど。いやもう覚えられないですよ。だって花だけでもね、それこそアジサイやらバラやらヒマワリやらカーネーションやらって、うん、その中にまた細かい何百何千って種類があって、それはね覚えられないですよ、うん、お花の検定とかないんですか？あ、お花の検定なんとか検定とかよくあるじゃないですか、うん、あの、うん、そのお花の名前を覚えるとか、うん、そういうのはないですよ。あ、ないの？あのアレンジメント作るね、うんうん、技術とか、うん、テクニックの、うん、ああいう資格とか試験はあるけども、うんうん、そんな、ね、名前を覚えるとか、うん、その辺は聞いたことないな。俊子ちゃんが18歳だか19歳の時に、はい、あの落ちたというカラー検定、あ、カラー検定、うん、そういうのはお花屋さんとかも関係ある？あ、お花屋さんでもね、うん、やっぱりあの持ってる方も結構多いですよ、うん、あ、そうなんだ。あのやっぱ色の組み合わせ方で、うん、いろいろなんでしょう、イメージとかね、うんうん、雰囲気が変わるんで、あ、うん、ピンクのお花と、うん、なんだろう、うん、黄色のお花合わせたらどんな感じになるっていうのはね、うん、すごく大事なんで、うん、そういう勉強はしますよ、うん、で、どんな紫陽花が好きですか？だから僕はどだから ど, なんだ、ね、どれも好きだっていうのもダメだよ。ああ、そうですね。だから僕はね、意外とあのシンプルなね、うん、あのグリーンだったりね、はあ、白だったりっていうその辺が好き。ああ、最近結構そうなってね、うん、あの我が家はもう今年なんとか真っ白なんですけど、え、去年と色違うじゃんみたいな。不思議だよね。ね、それなんすかね。わかんない。昔はさ、よくさ、赤い方が酸性だとかさ、うんうん、これ青いのはさ、何？アルカリ性だとかさ、うんうん、なんかまるでリトマス試験紙みたいな感じの話をよくしてたんですけども、そうそうそう、うん、今どうもそればっかじゃないんじゃないのっていう。なんかね、うん、そうだから、なんかね、土の中のなんだろう、うん、アルミニウムかなんかの成分によっても変わるみたいなね、ことは最近よく言うんだけど。あ、なるほどね。うん、じゃあ、ね、汚染されてる土とか分かるのかね。土壌が汚染されてますよ、うん、このあの味はこんな色になっちゃいましたみたいな。なんかあんのかもしれないですね。ね。うん、ちょっと面白い花だなと思いますけどね、うんうん、我が家は伊豆なので、あの学アジサイ、はいはいはい、うん、学アジサイ、まあ、日本固有 の、うん、あの種類 で、ね、うん、この学アジサイとかを例えば西洋に、うん、あの、まあ、輸出っていうかね、西洋に持って帰って、うん、で、まあ、西洋というかヨーロッパでいろんな改良されて、はい、でさっきあのこの方のおっしゃった西洋アジサイという、はい、あのいわゆるこう手まり状の、ね、ああいうアジサイになったっていうふうなことなんですけどね。そうですね、うん、はい、ということで今日はアジサイの種類について教えてくださいということですけれども、花風さんも覚えきれないという、覚えきれないですし、でもういいじゃん綺麗ならっていうね。あ、なるほどね、うん、もうその細かいこと抜きにして、まあ花風知恵袋ってこんな感じですので、はいはい、一つあの何も気にしないでどんどん出していただければというふうに思います。ありがとうございました。はい、はい、それでは、一曲、やっぱりこの季節になってきましたので、はい、ちょっとやっぱ雨も関わる曲はいっぱいあって、うん、僕はちょっとしとしとピッちゃんとか好きなんですけど、うん、今日かけません。はい、森高千里さんでいきたいです、はい、もうイントロからもう雨っていう感じなんですけど、雨ですということで森高千里、雨を聞いていただきましたけども、はい、雨のシーズンの歌ってやっぱり結構多いよね。いろいろありますね。いろいろあるね、うんうん、雨っていうタイトルだと、あの前にあのほらあの大作さんが三河健一さんと間違えた三好英二さん、はい、ん間違いない、三だけ一緒なんだけど、うん、三河健一さんと、あ、柳瀬ブルースかけなかったっけ、その時に。そんなことありました？なかった。いや、あったんですよ。それで、あ、そうそう、三好英二さん雨っていうので、うん、あのこれも大ヒットをして、うん、雨にって言うた。え、なんかおかしい、今なんか歌舞伎みたいな感じでした。今モノマネしました、うん、雨にっていう高い声で、濡れながらって言ったんですけどね。やめよ、バカにしてんのかお前はってやつ。怒られちゃうんですよね。そう、まあちょっと中性的な感じの方で声が高くて、うん、そう、でもいかにも本当に雨の中の、うんうん、歌っていうね、うん、はいはいはい、あとあのいろいろ、バラエティーにも出たり、いろんなリポーターもやったりして、はい、明るい湯原正幸さん、うん、はいはいはい、あの雨のバラードね、うん、降りしきる雨の歩道っていう歌、うん、いや、その歌知らないな。知らないの？知らない知らない。これめちゃめちゃこれだけヒットしたよ。
これだけってあその後もちょっとヒットしたんだけど湯原雅之さんもともとグループサンズにいた方なんですけども、ね、うんうん、でその時にもうその曲はあったんだよね確か雨のバラードね。そうほんで、まあソロ活動をした時の最初の、曲だったと思うんですけども大ヒットしましてね。あ、そうなんですね。そうであとはもう大体千田光男さんと一緒にコンビ組んで司会やったりとか、うん、そういうバラエティ系の方に行ってで最近では静岡初底知りでね、奥さんと、ね、あそうですね、一緒にですねあちこち回ってますね。そう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 、うん、仲良し夫婦のリポーターみたいなね、うん、ことやってらっしゃいますけどもね、はい、ということで、まあ、森高千里の話からなんかいろいろあるんですけど、まあ、とにかく雨の歌っていうのもこれからちょっと6月なので、はい、かけようかなっていうのちょっと思ってますね。そうですね、はい、うんうん、ということです、はい、雨が止んだら雨が止んだらをかけようとちょっと読めないところ。これ難しいですね収録だから、ね、難しいね。2日後の天気を当てなきゃいけないということなんですけどね、はい、ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のへー